はい、というわけで皆さんこんにちは、佐々木キングでございます。今回の動画なんですが、まあタイトル通りの内容といいますか、まあ皆さんとねちょっとね共有しようかなというふうに思っておることがございます。何かと言いますとですね、いやいやいや、まあ昨日ですよ、2022年2月の16日の水曜日の夜10時22時からですね、とあるミュージックビデオが公開されました。そのミュージックビデオというのが、まあ今映ってます、この NAB48 26枚目シングルの恋と愛のその間には、まあこれ選抜メンバーの15人なんですが、のミュージックビデオだったということになるんですけれどね。いや、こちらの方の感想をちょっと皆さんとね、今日は共有していこうじゃないかということで、今回の動画はですね、まあ今言った通りです。皆さんとですね、ちょっとこのミュージックビデオの感想もね、共有していこうではないかと、そういうふうに思っております。まあちなみになんですが、私も、感想を詳しく語りたいんですけど、そちらの方に関しては2022年2月21日月曜日に投稿されるとある動画で詳しく、もう本当に詳細は語ろうと思ってるので、まあそこまでちょっと私は引っ張ろうと思ってます。ただね、あの一言だけ私も言いたいんですよ。やっぱどうしてもね言いたい、これは言わせていただきたいと思います。ね、一言で私が思うことをちょっと言わせていただきますと、いやー、僕は一番好きですね。はい。今までね、ミュージックビデオ、これは NMB48 に限らずですね、まあ様々なアーティストさんのミュージックビデオですか、見てきたんですけども、一番やな。間違いなく一番大好きなミュージックビデオがね、出来上がりましたということなんで、まあ皆さんもね、ぜひとも、このコメント欄にてね、この、今回のミュージックビデオの感想、どういう風に思われたのかとか、まあ、そういう風なことをね、ちょっと、言っていただきたいなという風に思います。はい。というわけで、今回もどうぞよろしくお願いいたしますって言ったんですけど、まあもう、言った尻から、もうちょっとね、エンディングに実は入っております。いや、本当にね、一言で言い終わらすと、本当に、僕は一番好きなミュージックビデオです。いや、これ以上はちょっとないですね。いや、なんだろうな。まあ、ちょっとだけ、その21日の前にですね、ちょっとだけ語らせていただくというか、ちょっとだけね、なんでなのか言わせていただくと、まあ、やっぱね、僕って、まあ、様々な、メンバーがね、NAB といるじゃないですか。特にこのね、選抜メンバーだけでも15人いるわけですよ。その15人に、それぞれ一人一人に光が、当たるような、まあ、ミュージックビデオに限らずですけれども、そういう演出をすられるのがすごく僕大好きなんですよね。まあ、なんでかって、やっぱ、なんだろう、個性がね、光ってる方が、やっぱ僕としては、すごく楽しい気持ちになれるというか、嬉しい気持ちになるというかな、そうそう、嬉しい気持ちかな、そっちの方が強いかなというふうに思うので、まあそれを考えるとですね、今回のミュージックビデオはかなりね、光がみんな一人一人当たってるかなという、そういう印象を感じますけれども、ねえ、これね、ね、せっかく私が語ってるのにね、外の工事のとかうるさーってうるさーってね、もうこれね、もうほんまね、たまったもんじゃないですけれども、まあそんな感じでございましたということでね、私はそういうふうに思いましたが、皆さんぜひともですね、この昨日のミュージックビデオの感想をこのコメント欄にて、どんどん書いていただきたいと思います。もう多分ね、皆さんも、言いたいこといっぱいあると思うので、ぜひとも、書いていただければありがたいかなと思います。まあね、まあ別にどういうふうに思われたかね、皆さん書くのは自由ですけれども、まあできればね、プラスなお話聞きたいですね。まあまあ別に、そこは自由でいいですけどね。まあできればプラスの、お話聞けたら楽しいなとは思いますが、まあ皆さんがどういうふうに思われたのかということをね、書いていただきたいと、そういうふうに思います。それではね、そろそろちょっと早いですが、エンディングに行きたいかなというふうに思います。ということで、いやー、ほんま最高の MV ができました。僕はもうそう思ってます。まあはっきり言ってね、まあ今までミュージックビデオ、どれも素晴らしかったし、すごかったんですけれども、私はこれが一番かな。本当にそう思いました。やっぱメンバー一人一人の個性が当たる、それが NAB48 というグループの良さだと思うので、まあ、その良さをね、まあ、しっかりと前面に表現する、そういうミュージックビデオだったんじゃないかなと思うので、まあ、詳しくはね21日の動画で感想をちゃんと言いますが、本当に私は一番好きなミュージックビデオでございました。皆さんはどう思われたでしょうか。コメントよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締めくくりとさせていただきたいというふうにございます。
はい、というわけで今回の動画ですね、 NAB48 26枚目シングル恋と愛のその間にはのミュージックビデオが公開された記念としましてですね、皆さんと、その MV の感想を共有し合おうという動画でございました。本当にね、最高のミュージックビデオが僕はできたと思っているので、ね、本当に満足でございます。今後も、まあ、こういうねミュージックビデオがどんどんできてくれたらすごく嬉しいなと、そういうふうに思いました。皆さんどう思われたかコメントよろしくお願いします。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。